足使ってますね。こんにちは、ノースサファリ札幌です。今回はかわいいかわいいインコちゃんたちにおもちゃを用意しました。じゃじゃーん、この輪っかが2つつながったおもちゃ、なんとそれは知恵の輪でございます。すごい楽しそうにしてますね。すでに興味津々です。知恵の輪って簡単には外せないパズルのような感じですよね。そうなんです。ただこれ解き方は一通りしかないんですよ。この知恵の輪ひねらないと取れないってことですね。そうです。ここをピュッとひねるとこういう風につながるんですね。それではこのおもちゃ早速上げてみたいと思います。さあ、じゃあ早速上げていきますか。はいはい、どうぞ。すぐに受け取って、あ、足使ってますね。ですね。インコってすごい器用ですよね。はい。口も足も使って。隣で、あらあら、かーじいてって言ってますね。はい。ちょっと苦戦してる感じはありますが、取れるんでしょうかね。移動しましたね。そうですね、インコはすごい頭がいいって言われてて、3歳児とか5歳児ぐらいのね、知能があるって説では言われてますよね。輪っかの形を口で確かめてます。確かめてます。ちょっとひねりながらね、取らなきゃいけないのが難しいかもしれないですね。この知恵の輪は、はい、これを買った時に小学生レベルっていう小学生レベル説明で、はい、買いました。インコってね、結構くちばし、前確かくるみ割れるかみたいな検証しました。やりました、やりました。くちばしもね、結構力強いので、ちょっと私の中でこれなんか曲げちゃわないかなとかもちょっと今思いましたね。新しい系のが、そう、新しいのが生まれちゃうかもしれないですね。取り合いが、いや、協力してるのかもしれない。協力ですか？そうです、もしかしたら協力かもしれない。こっち固定って、うん、この年にはすごい仲いいからね。とても仲良しですね。いつも一緒にいるよね。はい、やったらね、ねじれるかもしれないね。ねじれそう、うん、やっぱり取り合いだったかもしれない。いやいや、よいしょ。バンバンで隣の方で生き物、生き物が見えますか。怠けております。応援隊ということでね。Thank you.
はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回ですね、エレナちゃん、知恵の輪は無事解くことができました。ちょっとね、結構時間かかっちゃったんですけど、ちゃんと解けたので天才の称号を与えたいと思います。エレナちゃんね、可愛いねという方、グッドボタンお願いします。コメント、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。